仲間たちから与えられたコスモにより最強のゴッドウォーリアージークフリートを倒したセイヤ。しかしそのセイヤの耳に美しくも怪しい調べが聞こえてくるのだった。これで七人のゴッドウォーリアーを全て倒した。この調べは、ヒルダ様、だから申したのです。セイントを見くびってはならぬと。お前は海のサンクチュアリポセイドン神殿よりの使い、マリーナジェネラルの一人、セイレーンのソレント。海のサンクチュアリだと？そうだ。この世界が地上界のアテナ、冥界のハーデス、天界のゼウス、そして海界のポセイドン様によって成り立っていることはお前も知っているだろう。その海界を支配する海王ポセイドン様の命により、ヒルダ様とジークフリートを迎えに来たのだ。ポセイドン、まさかヒルダにニーベルンゲンリングをはめ操っていたのは。現代によみがえられたポセイドン様は、海の世界とともにこの地上界をも支配されようとなさった。だが地上にはアテナ率いるサンクチュアリがある。そこでアテナを倒し、代わってこの地上を治める役目をアスガルドのヒルダ様にお命じになったのだ。命じるとは魔力で操ることか。誰よりも深くアスガルドを愛したヒルダ様、そのヒルダ様を邪悪に変えたポセイドン、許さん。ポセイドン様のご好意に裏切りをもって応えるとはな。よかろう。裏切り者にふさわしい死のメロディーをとっくりと味わうがいい。このジークフリートに勝てると思うのか？私の笛の音を聞いた者は必ず死ぬ。ファイト！デッドエンドクライマックス！お前の言ったことは本当だった。この私が剣を向けるべき、お前たちではなくポセイドンだったのだ。加勢するぜ！デッドエンドクライマックス！オーデン・トーン！これはアスガルドを守るデッドウォーリアーの戦い。そしてデッドエンドクライマックス！お前たちに剣を向けた私のけじめでもある。やめろ！私の命令が危険なのか！ヒルダ、デッドエンドシンフォニー、今こそ真にあなたをお守りする時が来たのです。デッドエンドクライマックス！これは男子に甘いという美しい笛の音だ。まさしく聞くシシリアの海の村人たち、その美しい歌声です。せめて一撃で、あの世に行かせてやろう。ドラゴンブレイベストブリザード！パーフェクト！ウィナー！このジークフリートの力、思い知ったか。私がヒルダ様のゴッドウォリアー、ジークフリートだ！何度言えばわかるのだ。この笛の調べから逃れるのは不可能だということが。ならばこれで貴様の笛の音を聞かずとも済む。愚かなことを、自ら鼓膜を突き破るとはな。だがそれでデッドエンドシンフォニーから逃れられると思っているのか。聞こえる。鼓膜を破ったというのに、まだ笛の音が。この笛の音は耳を塞ごうが鼓膜を破ろうが関係ない。お前の頭脳に直接響き渡るのだ。ここまでだ。死ね、ジークフリート！なんだと？この男、すでに五感が失せ死したも同然の体だから、笛の音を聞いても動けたのか。ソレント、覚悟しろ。
ジークフリートの体から凄まじいコスモが。やめろ、何をする気だ。離せ、ジークフリート。はぁ、ジークフリート。さらば祖国アスガルドよ、ペガサス、ヒルダ様を頼んだぞ。私は友の待つ天空に帰り、星となっていつまでもお前たちを見守るだろう。さらばだペガサス、アテナのセイントたちよ。ジークフリート、お前の死は決して無駄にはしない。